さあ今回はですねトラストさんが製造販売するコンプリートカーご用意していただきました。ここからは開発部の米商修司係長さんにも来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。会社さんとお二人で。そうです。どれ辺がコンプリートなんですか、これ教えてください。こちらです。まず車の方なんですけど、シエラですよね。シエラですね、はい、ジムニーシエラなんですけども、はい、ターボにしてます。ほう、はい、ちょっと見せてください、はい、あターボ、そうか、周りじゃないんだ、ターボ、エンジンから、はい、エンジンですね。ああここ、外回りは純正です。うん、見た目はノーマル、なるほど、中がターボ付き。何がどういうことですか。これがターボ。へえ、これもそうですね。そうですね、うん。インタークーラーは、インタークーラーがここにありまして、うん、まあ、こちらから火気をして、はい、冷やして、うん、でエンジンに送り込む、はいはい、あ、はあ、これでどのぐらいパワーが、ですね、純正から約30馬力アップなんですけども。純正っていくつですか。純正は、カタログ機102馬力ですね、うん、はい、はいはい、これが130馬力、130ぐらいです、はい、もうちっちゃいもん、カタツムリが。これになるとどう違うんですか、例えば。ですね、うん、純正よりもフィーリングがよく、なんて軽く走る感じですね、うん、はい、いや、そりゃそうだよね、ターボついてるから、なんていうんですか、すごい速いっていう感じではないんですけども、うん、気持ちよく走れる感じです、ね、ノーマルのパワーにプラスアルファのトルクが増えたって感じですよ、はい、シエラってね、はい、僕の後でちょっと気になってたのは、うん、意外と燃費悪いんですよ。ほうほう、悪いの。うん、ちょっと悪いですね。え、リッターどのくらい。リッター12ぐらい、うん、12走ればいいじゃないですか、はい、いやでも本当はもっとないんですよ。だってこれ、そうするとこれターボすることによって、はい、それはどうなんですか。顔が落ちる乗り方によるんですけども、うん、アクセル踏んじゃうとやっぱり出力出すので、うん、ガソリンをいっぱい使うので、うん、燃費悪くなるんですけども、うん、まあ、通常の乗り方でしたら純正と変わらない状態ですね。ああ、はい、でも都内8から9でね、まあ、10ぐらいかな、うん、と思われますね。そうですね、はい、だから普通さ、いいと思われたら軽だけど、軽とか、まあ、小さい、でも意外とそんなもんですよね。いやだからこのオーバーフェンダーついてないやつだと軽のエンジンなんで、うん、もっと走りますよ、うん、オーバーフェンダーついてるとやっぱりエンジンもでかくなるんで、そうですね、これ軽量つくんだ。K はもともとターボチャージャーで660のターボエンジンでした。そうか、これあれだからね、はい、あと他には何やってんですか。ですね、まあ、こちらに青いものが見えると思うんですけど、はい、まあ、ターボつけたので、はい、オイルクーラー、エンジンのオイルクーラーと、はいはいはい、あとこれオートマ車なんですけども、はい、こちらでオートマクーラーですね、気温が上がらないように、はい、ミッション、ミッションです、はい、出力を上げた分ちょっと負担がかかるかなと思いまして。え、じゃあこっちがエンジンのオイルクーラー、はい、こっちがミッションのオイルクーラー、ミッションのオイルクーラーですね、はい、金かかってますよ。でもこれかかってるね。見た目ノーマルですけど中身結構、これどれかかってるんですか、どのくらい、うん、はい、改造費、はい、一応ノーマルが、だいたい車両200万円なんですけど、はい、プラスアルファで、弊社で、コンプリート、アフターのものを全部つけて、だいたい400万から450万台。おお、結構いきますね。タイヤホイールも全部装着して。これそうですね、はい。あとはタイヤホイールと。あと、まあ、マフラーですね。あ、マフラーね。マフラーかっこいい。ああ、本当だ。おお、マフラーかっこいい。これさっき言ったね。あ、これ斜めになってないですね。そうですね、はい、はい、これはもう兵士でちゃんと取り付けますこれは斜めにはなんないでしょ。それは何、それは一応化粧プレートというか、うん、今まではやっぱりマフラーって言ったらそのサイレンサー剥き出しのままなんですけど、はいはい、少しちょっとこの SUV 系に関してはちょっとプレートをつけて、まあ、ちょっとデコレーションにこだわってみたという。なるほど、ちょっと違うよと、ちょっと車高がやっぱり高い車両なので、そうだ、見えるからね、ちょっと、うん、見た目やっぱアピール度増すというか、この辺から信号待ちしててこう見たら見えるから、うん、これはちょっといいですね、うん、これかっこいいですね他には何やってるんですか。あとは、まあ、今のプラスだと、まあ、コンピューターが入ってるんで、あとプラスアルファはユーザーさんが、うん、AR をつけてくださいであればそれも対応しますし、プラスアルファ全てこちらで対応します。でも つけない方がいいよね。ねえ、余計なものつけない方がいい。これでね、かっこいいよね、速い方が。で、室内は、室
台はあのステアリングと、うん、これがもしマニュアルになりますとシフトノブ。ああなるほど、この辺がつきます。へえ、ステアリング変わってんの。ステアリングが変わってます。一応純正交換タイプで、うん、はい、これはカーボンタイプなんですけども、あのレザータイプもあります。カーボン、あーここね、カーボンですよ。あとあれがついてるんですか。これなんですか。メーターです。あーターボの、はい、あーそうですね、これあのターボになってるので、はい、ブースター圧、あとは油温もそこに表示できるようになってますんで。油温どこ。油温もあのメーターの中に。あここに、はい、これあの中のアナログメーターの部分と、はい、表のあのデジタルの部分が別になってまして、まあ、これは一体仕切りなんですね。えなんでこのデジタルマイナス58っていうのはターボ。それはターボ あの負圧ですね今。そうですよね、はい、すごい。これってはいはいはい、ちょっと素朴なこと聞くんですけども、このターボって、うん、例えば山道の時とかに生きるんですか、はい、山道も行きますし、うんうん、高速追い越しかける時とかも行きますし、うん、トルクが出るもん、はい、まあでも分かるんだけど、高速は分かるけど、高速で別に追い越しかける車じゃないじゃないですか。そこがやっぱりジムニーで追い越しをかけると、うん、何に抜かれたんだ、ジムニーだみたいな。そんな感じ。そういうこと、はいはい、やんちゃな、えやんちゃ、やんちゃですね、これ。楽しいじゃないですか。もうね、おとなしく山にいないでさ、街でも目立つんですよね。シフト、あのシーラーでカスタムされるユーザー様、意外とやっぱりやんちゃなんだ。やんちゃだよ、これ。いい音するじゃない。うん、ほら。ってことは、だって、車両価格230でしょ、はい、プラス200万ってことですもんね、はい、いい音、倍ですよ、倍ですよ、倍ですよ。いや、いい音しますよ、これ。おお、え、ほんとだ、ほんとだ、なんかやる気になりますよ。へえ、いいな、これ、うん、いいですよ、いいですよ、ですね、余計なさ、なかなかいいですよ、これ余計なことしてなくていい。大絶賛、テリーさん。いや、これはいいな、これ余計なことしてないな、これ。ん、これタイヤとホイールもね。またこれ取っちゃうとか言ってんの。え、いや、これは取んなくて、でもこれ立派すぎるんだよね。え、だけどかっこいいじゃないですか。めっちゃかっこいい、これ絶対あってほしいです、ね、めちゃめちゃかっこいいですもん、これ、うん、てか後ろから見た感じがすごいいいですよね。いや、でもこのマフラー、うん、マフラーおしゃれ、かっこいいし、かわいい、ね、これは大きさはタイヤの18インチです。18インチ、はい、タイヤもかっこいいもん。だからこれね、このシェラに18インチってね、ちょっとやりすぎですよね、これ ね、 そうですね。 でもかっこいいよ、かっこいいんだよ、ね、ちょっとあの今までシェーラって15インチがメインだったりするんです、うん、そうですよね、15インチ、16インチで、まあ、ちょっと台形のホイールがあったので、うん、ちょっとあの今回このオートマの車両はちょっと18インチでしょ。そう、いやだからもうさっきね見た時に別の車と思ったもん、うん、あそう、うん、あまりにもなんかタイヤが太いのと あとマフラーの出方でちょっとゲレンデっぽいよね。ちょっとそんな感じしますよね。そう、ミニゲレンデ、ミニゲレンデって感じ。ゲレンデっぽいね。本当だ。だからタイヤがでかくなっただけで車が違う風に見える。うん、違うんだよね。めちゃめちゃかっこいい。このフェンダー変えてないんでしょ？ノーマルです。ノーマルフェンダーにぴったり合うしね。はい、あいいな。ギリギリですかこれ？ギリギリですね。はい、ねえ、ギリギリですね。スライチですよ。かっこいい。面白い。大絶賛でしたね。プラス200万。さあいかがでしたか今回は。面白い、面白い。いやいいですね、これなんかジムニーってどうしてもね山道って感じがするけども、これはどっちかというと山よりも街だね、はい、街でなんかちょっと ね、 ね、楽しみたいよね。シティ派、シティ派ですよね、うん、でいいのは、うん、外観ノーマルで、うん、中ターボ入れたりインタークーラー入れたりオイルクーラー入れたりっていうのがおしゃれ。そうだね、あの見えないところにお金かかってるっていうね。230で買って200万かけるとこういう車になるぞ、うん、ブイブイ言わすんですよこいつは。いや私も言わせるよ ね、 よね、高速でこれ悪い人になりますよこれ、ね、高速でさ楽しいよね、うん、高速でもなんだよジムニーかって。そうそう、ね、ぶち切っちゃうなめんなよ、うん、なめんなよとは思わないですけど、いや意外とでもみんなね気持ちがね、そ う、 そうだよね。ジムニー舐めると痛い目に遭うぞっていうターボついてんだもんね。そうだよね、伊達に200万かけてないぞみたいな。そうですね、ね、売れてますか。売れてます。売れてる、はい、おかげさまで。おー素晴らしい。え、月何台ぐらい。まあ弊社でコンプリートでやって大体2台から3台、まあちょっとあの作業と納車の兼ね合いがあるんであれですけど、うん、あのもう毎月あのはい、あのご注文いただいてます。すごいよね、はい、
やっぱこうジムニー好きからするとこれは憧れですよね。もうだから本当にジムニーはね、どん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 進化していく、でお客さんが自分のジムニーをどういうふうにカスタムしていくかっていうね、そういう楽しみあるから本当ですね、面白い楽しみ方ですね、はい、いやこれはもうジムニーに夢を与えてますよ本当ですね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。